中していく。消えろ。どうってことだ。やってやる。覚悟はいいか。しびれる。この隙に仕留める。消えろ。進むぞ。またいつでも来てくれ。ここでしたか。ティファが、その、ティファが、俺じゃもう。落ち着け。ティファがどうした。もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも、俺じゃどうしようもないから。わかった。
お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか？ダメだ。俺、兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか？だから兄貴の立ちさばき、惚れ惚れしました。こう、ズバッ、ズバッ、ズババッって。俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になっちまうんです。あ、兄貴、この悩める青年に何かアドバイスはありませんか？じゃあ俺はここで。いや、その足手まといになるといけないんで。マムの店に戻ってエアリスが出てきたら俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。推薦状は手に入れた。うん、あれは女限定だ。エアリスが選ばれた。ああ、一緒にいた女か。気の毒に。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。うん、やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は進めないけどな。おとなしく帰れ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 。どけって、偽物じゃねえぞ。散れ散れ。お待たせ。エアリスなのか？うん、
コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド、すまない。それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか。待ってろってやつ聞いたけど心配だもん。ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほらこっちこっち。どこへ行くつもりだ？私マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。うん、気合入ってるね。どこ行くの？あんなよ。こりゃべっぴんさんだ。お、結構かわいい。やってる人、何言ってるの？ミツバチの館、代理人のアニアン・クーニャンに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけどアニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対行けるよ。いや、ティファを助けるためでしょ。待て。いい？するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた。あのマムガだよ。だからまっすぐ事情を話してみよ。当たって砕けろね。ティファを助けるためでしょ。なんか緊張しますね。ええ、初めて SS 席が取れたもので。いらっしゃいませ。ウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージ、ミツバチの館へようこそ。アニアン・クーニャンに会いたい。クラウド様ですね。お待ちしておりました。どういうことだ？アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。さあ奥のステージへどうぞ。ステージ？ええ、さあ奥の扉までお進みください。高かったけどマイファミリーが喜んでくれれば悔いはない。ついに館に来る夢が叶った。これなんだ？おお、ふっ、まるかな。おお、君は誰だ？まあいいか。代わりに答えたまえ。なんだと思う？
外れです。なんだ、悲しいのない、もしかしてもう一回やりたいの？までいるつもり？あ？君、いつまで？お待ちしておりました。ささ、ここにお座りください。いや、俺は。ん？あ、もしかしてお客さん入る部屋間違えました？